どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日10月10日は何の日でしょうか正解はマグロの日です。そこで今回は名古屋駅近くにあります、こちら柳橋中央市場に行き、マグロを味わっていきたいと思います。 ぜひ、名古屋に来た際の参考になればと思いますので、最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴーさて、今回皆さんにご紹介するのはこちら、柳橋中央市場の中にあります、マグロ屋柳橋さんです。こちらのお店はマグロの専門店で、毎日品質のいいマグロを食べられることができるそうです。しかもこちらのお店は朝の6時から営業していますので、今ご覧いただいているメニューをモーニングで食べることができます。 この中でも今回三色丼ということでマグロとカンパチさらにはタイをセレクトいたしました一体どんな丼が出てくるんでしょうか非常に楽しみです注文をした三色丼が運ばれてきましたこちらのクオリティでなんと税込み価格1000円でございます 今回はこちらの赤身がとても綺麗なマグロのお刺身と、そして身がプリプリして引き締まっていそうなこちらカンパチのお刺身。さらにはこの透明感あふれるこのタイのお刺身をセレクトいたしました。実際にどんな味がするんでしょうかそれでは早速食べていきましょう。 まずはこちら赤くしてとても光り輝いているように見えるマグロからいただいていきます一口食べてみるとこのマグロの品質感とても伝わっていきます特に身が引き締まっているかのようにもうとても歯ごたえもあってとてもいいマグロだという印象を受けました続いてはこちらのカンパチもいただいていきますもうこのようにとても身が引き締まっている様子がしてとても美味しそうです 一口食べてみるとやはり歯ごたえがとてもあってこの食感たまらなくご飯がめちゃくちゃ進みます丼を注文するとこのようにあら汁もついてきます赤だしがとても濃厚で美味しいあら汁になっています骨があるので気をつけて飲んでくださいね続いて鯛もいただいていきます身が引き締まっていてとても歯ごたえが十分で新鮮さそのものが伝わってきます このクオリティで税込み価格が1000円ですのでそんなに高くはなくむしろコスパがいいような感じがします今回はマグロそしてカンパチさらにはタイといったお刺身をセレクトいたしましたがタイミングが合えばですね非常に珍しいネタも用意しているそうです今度そういったネタに合った時はセレクトしてみたいなというふうに思いました 名古屋にはモーニング文化というものがあり、このように美味しい海鮮丼を朝から食べるのも名古屋観光の一つの楽しみかもしれません。名古屋観光をする際には、ぜひ今日紹介したマグロ屋さんに行って美味しいモーニングを食べてみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本ものを紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!